きの格闘スタイルは空手よ。正面からの打ち合いは危険。横から回り込んで戦うんだよ。勇気なんてやねえぞ。30秒だ。30秒で沈めてやる。ヒューガは大技狙いで来るわ。相手の技をガードして隙をついて攻撃するの。油断したらやられるわよ。It's show time。どうやら少年院では全く構成できなかったようだな。その腐った根性を叩き直してやる。鉄拳制裁だ。文句あんのか、おら。踏まれたら最後、逃げられておしまいよ。お前には指導が必要だ。藤本は正統派空手よ。パンチもキックも一撃一発の威力がある。金銭で投げを主体にして。そう、恐竜ルールは無用、予測は不能。アルティメイトストリートファイターの称号をかけた戦い、カモンベイビー。マカベの戦い方は変則的よ。今日の技も多いから気をつけて。ぶっ殺してやる。今日のヒューガは以前と違うわ。大技だけでなく確実に達也くんを潰しに来てる。ガードを下げちゃダメよ。超孔明が勝利し、ドラゴンヒートの新たなスタートして君臨することになるのか。地平度の上を這いずり回らせてやる。俺も負けるわけにはいかねえんだよ。困るんだよ。部長、悪いな。お前には負けてもらうよ。達也、頑張ってくれ。荒牧は軍隊式格闘技、コマンドサンボの使い手よ。踏まれたら危険。遠距離で相手を牽制して。遠慮戦闘、どんな手使ってきてもええで。不良のガキの意地見せてみんや。チャンピオン、胸借りるぜ。なんや。まあええ、ガンガン来いや。シマは超一流のボクサーよ。正々堂々と全力で戦って、頭や目を狙うのは卑怯者のすることよ。不思議とワクワクしてたまんねえんだよ。ボツはボクシング、柔術、空手、全ての格闘技をマスターしている。ザフィンじゃねえぞ。達也君、お前の全てを見せるの。後悔しないようにね。
新庄のことは分からない。琉球空手とブラジリアン柔術の使い手ということしか